どうもプロボウラーの STORM です。はい、ちょっと前のね動画でもちょっとお話をしたことがあるんですけども、製造番号を書いてる刻印があるじゃないですか。それがSTORM だと、工場が主に2つあって、っていう話をして、でその時最新ボールだったクリティカルコード、あれがねちょっと刻印が違うんですみたいな話を、したんですけども、ちょっとねそれでまた問題というか、Twitter やってる人はねちょっと見たかもしれないんですけど、フィジックス SE がもともとのねSTORMの工場の刻印とそのクリティカルコードの刻印と、両方あるんですね。で例えばクリティカルコードは全部その新しい刻印で、だったけど、今回の SE がね、2種類刻印があるっていうので、ちょっとね、勘違いされてる方もいてるんで、ちょっとお話をしとこうかなと思ったんですけども、まず、ちょっと復習がてらになりますけど、STORMの工場、ユタ州の工場とこのサンアントニオの工場があります2つ。で、俗にSTORM工場って言われてるのはこっちです。ユタの方がSTORM工場って言われてます。でサンアントニオの方は何て言われてるかっていうと、グローバル工場とか言いますよね。グローバル900はあれね、メーカーは違うんですけど、あれはねこのサンアントニオの工場で作られてますけども、グローバル工場がユタに変わるらしいんで、だからこれはねもう正しい、名前じゃなくなっちゃうんですけど、グローバル900はこのサンアントニオで作られてたので、こういうふうに呼ばれてたりもしました。で、これで何が違うかっていう、刻印も違うんですけどね、ちょっとその話も後でします。で、一般的な解釈ですよ。僕は違うと思うんですけど、工場が違うんで、作ってる、機械もちょっと違うんですよね。だから刻印とかも変わるんですけど、このユタで作ってるSTORM工場の方が、フィジックスとかコードとかマーベルフェイズとか、言うたら上のクラスの弾を作ってると。でサンアントニオの方の工場はピッチとかちょっと安めの球を、作ってるっていうことで、世間一般のイメージではユタのSTORM工場がいい、サンアントニオはちょっと質が悪いみたいな、そんな感じになってます。実際そうかと言われたら僕はそうではないと思います。ただこの使ってる素材とかも違うんで、同じ全く同じものを作るってことは今までなかったんで、そういうふうなイメージがあるっていうのは事実かもしれません。そこで何が問題になったっていうのは、もともとのこっちのユタの刻印とサンアントニオの刻印、ちょっと違うんで見たら分かるんですけど。でこのフィジックス SE がこのユタの刻印ともう1種類の違う刻印があるんで、だからこれをサンアントニオの刻印だって言って、だからその B 級の工場で作ってるから物が悪いみたいなことを言ってる人がいますけど、違いますからね。もう1個の刻印クリティカルコードと同じ刻印なんで、そっちはユタで作ってるはずなんで、だから多分 SE がサンアントニオで作られてるっていうことはないと思います。ただね、一応そういう情報筋とかからはちゃんとそういうふうにもらって証言聞いてますけど、実際ほんまにどうなんか分かんないですよね。だから実際この同じボールで刻印が違うっていうのは今までなかったんで、そこはね、メーカーさんに直接言ってもらった方が早いとは思うんで、僕がねこんなん言うよりも、だからそこはねちょっと何か、コメントとかは発表してほしいなとは正直思ってます。はい、そこでロゴじゃねえ刻印が違うって、いう話でしたけど、なんて書いてるか覚えてます？例えばストームのやつだったら適当に書きますよ。 ABCDEFG123 123456789101112、そう確かね12だったと思うんですよ、12桁で、前もこれ話したんですけど、この20っていうのは2020年にっていうやつですね。他にもちょっといろいろ意味あるんですけど、とりあえず、こういう12桁のが一番上にあって、でここにメイドイン USA かなみたいな書いてあって、で下にUSB-C の認証が USB-C 星マークみたいな、こんなんがあるんですよ。で、何が違うかってよく見たら字体とかも違うんですけど、見分け方その3種類の教えます。まずそのユタ工場のとサンアントニオ工場と、新しいクリティカルコードとか、ね、この3つのやつ、何が違うか、まず1つ見分けるのはこのメイドイン USA のここの間ですね。ここのスペース、メイドとインの間、インと USA の間、ここがちょっとねサイズが違うんですよ。ちょうど1文字分ぐらい全角であるのが、ユタで、サンアントニオの方は半角なんですよ。だからスペースがちょっとちっちゃい、だからここの間に1文字ぐらいちょうど入りそうなやつはユタ、入らなさそうなやつはサンアントニオみたいな感じです。でこの新しいやつはね、なんかどっちかというと、全角っぽいんですけど、ちょっとねサンプルで見るボールが少なかったんで、とりあえずここの半角全角でユタかサンアントニオかどっちかは分かります。で次に、この字の始まりから終わりまでの長さ、もちろんこの字の、文字によって、若干変わるんですけど、これ明確に新しいのは違います。新しいのはね字がなんかちょっと横にのっぺりしてるんで、ここは長くなります。で、ユタとサンアントニオのやつはちょっと狭いです。このユタサンアントニオはちょっと同じ感じで、新しいやつだけはちょっと長いです。これはっきり分かるぐらいです。であとねまだあるんですよ。この1段目のこの字の端とメイドイン USA のこの字のバランスがね違うんですよ。ユタ工場のやつはここ上と下がねこう幅一緒ぐらいなんですよ。で新しいやつはちょっと2段目が狭いんですよ。確か違ってたらすいません。でこういうのトータルすると、どれかっていうのはある程度ね見慣れてる人はすぐ分かると思うんですけど、であとサンアントニオの工場の方がなんか字がねちょっと雑く見えます。ほんまにそうなんか知らないですけど、僕はそう感じてますっていうね。だからどうっていうわけじゃないんですけど、とりあえずそういうね話題が出たんで、だからクリティカルコードもそうですけど、あれはサンアントニオの工場ではないと思います。それがなんでその刻印になってるのかっていうのは分かんないんですけど、そのねフジックスを作る時に新しい設備増やしたって聞いてるんで、だからそれの中の一つなのか、何かでそのね刻印を打つ機械が新しくなって変わっただけなのか、ただ作ってるのはユタの工場で間違いないとは聞いてます。なんか知ってる人おったら教えてください。でもツイッターで言われてるこれ刻印違うからねサンアントニオ工場だっていうのは、それは違うと思います。またねこれ本当にまだ公式発表ないんで分かんないんですけど、またこれは分かり次第また、ね動画出したいと思います。もし何かね情報ある方いたらね教えてもらったらありがたいと思います。っていうね今日はこれだけの話です。はい、ではね、これで終わりたいと思います。Facebook、Twitter もねフォローの方お願いします。チャンネル登録まだの方もぜひしておいてください。それでは。